どうもー、影ンです。今日はですね、自律神経を整えるということについてお話ししたいと思います。うん、この自律神経を整えるっていうのはこう非常にこう、ねえー、大事なことやなというふうに僕は実感しております。で自律神経を整えることによって睡眠がね、えー、しっかりとれるようになるとか、えーまあ、リラックスできる状態を作り出せたりとかね、 えー、やっぱりその精神状態もこういい状態を保てるということで自律神経を整えるだからバランスよくですね、えー、交感神経と副交感神経これが自律神経になるんですけどもこの交感神経と副交感神経のこうバランスをよくこう保っていくということですねで夜に向かってというかこう夜にこう副交感神経が優位にこうなっていくようにしていて。 で昼間、えー、朝からこう昼間にかけてこう交感神経がこう、えー、高まるようにこうしていくということですねで、えー、自律神経を整える方法の一つとしてはですねまず呼吸やと思いますで、えー、呼吸をすることがこうだ呼吸をする違うその呼吸をねこう深くするっていうことですねで呼吸を深くするっていうことはこう吐く時間を長くする深呼吸をする時に こう鼻から息を吸いますね。鼻から。で、まあ、口から吐きます。このね、この吐く時間をこう長くするそれで。吐く時間がこう副交感神経が優位に立っているということ。で、えー、口から息を吸うのではなくてですね、鼻から息を吸うと。で、鼻のこのから息を吸うと、その鼻のこう。 から空気が入っていって肺に入るまでにですね、えー、鼻のこういろんな構造上その空気清浄機のようなこう役割を果たしてですね、えー、こう新鮮なというかその良い空気が酸素などが、ね、こう肺に入っていく状態になるんで鼻から息を吸うそういうことで雑菌とかをこう止めてくれる。 状態になるんですね。でだから鼻毛とか、えー、いろんなものがあるということですね。で口から息を吸うとそういうものが全部そのダイレクトに入ってしまうんです,ですね。なるべく鼻から息を吸うようにした方がいいということです。で呼吸法に関してはですねいろんなこう言い方をこう僕は聞いているんですけどもね例えば、えー、鼻から3秒こう吸いますね。で6秒止める で9秒吐き出す,吐き出すこ,ういうこういうのをこうするのがいいこの呼吸法がいいとだから1対2対3ですよね吸って止めて吐くは1対2対3だから3秒6秒9秒4秒8秒12秒とかいう感じでこうしていくといいっていうのがまず呼吸法でこう言われていることであったりあとねこの止めるというね えー、呼吸を止めるというのが、えー、体にとっては良くないということを言わはる人もやりますだから鼻から吸って鼻から吐くでも口から吐くでもいいんですけども吸ってほんでゆっくりずっと吐いていく、えー、こういう形がいいかなで、えー、お客さんにね1対2対3のね呼吸法をお伝えしたらその方はですねちょっとこう止めるのができないちょっとしんどいということをやったんでそしたら吸って。 で拍をやってくださいとお伝えして、そのえっ、ー、と自分でね1回自分でやってみてですね、どっちがこう合ってるか、なんかこう、えー、感じが変わるかですね、自律神経がこう神経がこう整うというかバランスが良くなる感じが感じるのはどちらかっていうのをこう試していってですねほんで会、えー、う方をやってみる、うん、かなと思います。で、えー、1対2対3の呼吸法も僕はいいとは思うんですけど結構ね鼻から吸 でえーまあ、口から吐いたり、えー、鼻から吐いたりするんですけど吸って吐くででいいいかななとううような僕の感覚ではありますね、えー、そこに止める必要がこうあるのかなとその辺が、えー、人それぞれでしょうけど僕は「吸って吐く」のをこう、えー、お伝えした方がいいのかな両方お伝えしてですねほんで、えー、合ってる方を言ってくれただ止めるというところがこう微妙なんですよね。その 止めるのがどう,どうかなとちょっとまだこう人によって違うと思うんですけどそういうことがあると思います。であとまあ自律神経を整える、えー、交感神経と副交感神経のバランスをよくするためにですね温冷交体シャワーですね温冷交代シャワーっていうのをこうおすすめすることがあります。でこれはですね、えー、あったかいシャワー、えー、お湯ですね お湯をこう首,す首とかこう背中あたりにバーっとこう当てるんですねで。それを1分ぐらい当ててですね、次冷たい、冷たい言ってもその結局水の方にこうレバーを切り替えるんですね。シャワーのレバーを水の方にこう落として、でその水をこうまたこう1分ぐらい当てるで。次また温かいお湯を当てるで。冷たい水を当てるということをこう何回か繰り返す。ほんで、えー、最後は冷たい水で終わると。 いうところのこれをするとですね、こう自律神経がこうバランスが良くなるという形ですね。で、心臓の弱い方とかですね、そのお酒を飲んだ後とかね、そういう時はこうそれをしないでいただきたいということです。で、こう寒かったりとかちょっとそういうのが不安である方はですね、足首ですね、足首のあたりにこう当ててやってやってやるとかね。 足首とか手首とかねその辺にそういうその温冷交代をシャワーをしてみてどうなるかっていうのをこう様子を見てみるっていうのがいいかなと思いますね。でややっっぱぱり自律神経を整えることの一つに運動の中でも僕はジョギングがすごく気に入ってるんですけどもウォーキングこれもなかなかいいんかなと思ったりします。 というようなお客さんでですね。その自律神経云々もそうなんですけど、すごくね。体の状態が良くなっている方がおられるんですねで。ウォーキングをその方はね、えー、最初はちょっとずつ始めたらしいんですけど、今2万歩1日歩いておられてですね。その2万歩歩いておられた。 えことをしてるっていうことをこうご来店いただいた時お話を聞いてですねえ首の施術をしたらむちゃくちゃ弾力のあるねえいい筋肉というかそういうえ状態になっててで僕も驚いてねこんなによくなるかというところでえいい状態になっていたんでそれは。 えー、僕の施術でよくなったっていうところもまあ一部あるんでしょうけどもその方がね積極的にねこうウォーキングを毎日されてるということがですね、えー、そういう状態になったんかなというふうに考えておりますんでですねそういうウォーキングをするっていうことがいいですよね。でウォーキングもです、ね、そのゆっ ゆっくり歩くとですね副交感神経がこう優位に働いてですねでちょっと早めに歩くと交感神経が優位に働くというそれをこう繰り返すとですね交感神経優位になったり副交感神経優位になったりこうしていくんでですねまだバランスがこう取れやすくこうなってくるということでやっぱり体を動かすということはすごくいいかなというふうに考えておりますまあいろいろありますけども、えー、とりあえずはね 今日はこの辺で終わりたいと思います。ということで今日は、えー、自律神経を整えるということについてお話し,した、えー、お話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。